友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、7月30日第92回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介いたします。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずはじめに、秋に予定しているイベントのお知らせがございます。はい、今回は武田先生と国史啓蒙家で深い話にもご出演いただいております小奈木先生とご一緒に、イザナギ、イザナミが駆け抜けた伝説を追って島根県は出雲地方に向かうということですね。で、聞くところでは小奈木先生の迫真の解説付きで、マニアックな場所も訪れる予定だというふうに伺っております。番組を応援する会の方には昨日29日までにメールでご案内をお送りしておりますが、届いていないという方がいらっしゃいましたならば、お手数ですが友達 TV までお知らせをください。あそこら辺は名刺も多いですしね。そうですね。お酒がね、はいはい。そしてまた一般の方でご興味のある方がいらっしゃいましたら、概要欄のメールアドレスまでお問い合わせください。ということで以上お知らせでございました。それでは早速ですが本編の方に入ってまいります。まず
だけどまあ皆さんそういうクラブっていうとか夢を見るところ、ね、そうそう楽しむところですからね、はいどうぞ、はい、では続いてはですね時事問題の方に移ってまいります。じゃあここからはあの YouTube にも流すとそういうことになりますねかもしれない、はい、続いての時事問題の話題は最初こちらです。東京五輪史上初の延期で開催ということです。23日に開会式が行われた東京オリンピック1964年に続いて第2回となる東京大会は史上初の1年延期で開催となりました。視聴者の方から寄せられた質問の中からご紹介したいと思います。私は各国選手や国旗を見るのが好きなので入場行進を見ておりました。アルファベット順ではなく五十音順というのは良かったと思うのですが NHK のアナウンサーの解説は男女平等で役職の半数が女性になるようにしている国だとかやれ地球温暖化で水没すると言われている国だとかその手の人たちが言いそうなことばかりです。そんなに温暖化が嫌なら盛大な花火も聖火もやめればいいのにかと思えばパラオの選手が入場した時にはほとんど説明がなくてだったらせめて日の丸を参考にした国旗だと言えばよかったのにと思いました。欧米に合わせたかのような時間帯に開会式は行うし結局のところヨーロッパの戦略に乗っかった祭典だと思えばいいのでしょうか。オリンピックについて先生のお考えをぜひ聞いてみたいですということです。まあ地球温暖化やめるのは一番いいのは NHK やめたらいいんですよ。いや実際 NHK はそういう試みしたんですよ、うん、今から5年ぐらい前に12月30日かなんかの放送をラジオ放送、はい、1日やめたり、うん、それで CO2 をどのくらい減らすかとかやったんですよ、うん、NHK の出してるね CO2 ってすごい量なんですよ。もうあれやめてくれやね、まあ、CO2 を一番減らすのは人間が全部死ぬことなんですけど、うん、ね、そういうことはホラーな生活するとか、うん、そういうことなんですよね。まあ地球温暖化自身が嘘だからまあどうでもいいんだけど、これについては私はちょっと別の考えでね、実はあの近代オリンピックは19世紀の末に、まあ、フランスの男爵のクーベルタン男爵っていう有名な人がですね始めたわけですね、はい、でもちろん思想はですねこの世の中はどうしても国別の恨みを増長させるようにやると、新聞もテレビもね、中国が憎いとか朝鮮がいけないとかそんなことばっか言うと、その人間の心はやっぱりそういうのに左右されてそれが戦争につながる。だから戦争をやめさせるにはいろんな手段があるけど、クーベルタン男爵が私はスポーツというものを使って戦争の頻度を減らしたい、それで昔もちろん昔の古代ギリシャのオリンピックもそれが目的だったわけですよ。みんな裸で競い合って、でポリス間のあれ都市のことをポリスつって、まあアテナとかあのスパルタっていうのは都市の名前で、全体は国っていうのは連邦制でギリシャだったわけですね。それ同士がもう殺し合いをしてたわけですよ。それはまあ奴隷を取るためで、まあ、日本とはちょっと違うんですけど、でそういうことをやめようっていうのが古代ギリシャの思想だった。それをやろうって言ったのが今から120年ぐらい前のクーベルタン男爵の近代オリンピック。ところが始めた途端にね、第2回のロンドンだったと思うんですけど、アメリカとイギリスがその頃対立したわけですよ。今日本と中国が対立してるようなもんですよ。で中国人が今度もなんか日本の体操の個人総合の採点がおかしかったとか言って、日本がいやそんなことない、団体で 0.1 差もちゃんと出たんだからって言ってるっていう、そういう状態になった。それでイギリス国教会の大司教かなんかがイギリスの選手とアメリカの選手を夕方集めて教会に、そしてあなたたち分かってるのと、あのオリンピックというのは 国別対抗じゃありませんよと、ただ団体競技なんかは国別に団体を組まざるを得ないからやってるだけのことで、そういうのを助長しちゃダメだ。その時の僕英語の演説を読んだことあるんだけど素晴らしかったんですよ。やっぱりねアングロサクソンってああいうまあこと言うのはうまいんですよね。それで感激的な文章で演説したんですよ。それがちょうど第2回だから、まあ、2000年近い、ちょっと1996年とかそんなところなんですね。でね、その後最初はオリンピックはやっぱりベルリンのヒットラーのやつでよく知られてるように政治に使われた、今でも政治に使われてる、うん、それから今度はソ連、あのロシアって言わないで ROC とか言ってます ね、はい、ですね、あれはやっぱりあのあれですね、薬ですよね、ドーピングが問題、ドーピングですよ、ね、それはドーピングを流行らせたのは、はい、宗教のない国、共産主義国ですね、昔だったら東ドイツ、それから中国のマー軍団、それからソ連と、みんな、自由国はやらない、だけど共産主義国はやる、うん、これはその検閲をやったりね、
自由を制限したら、それから宗教をなくしたりしたら国民はどういう方向に行くかってことのも証拠みたいなもんなんですよ、実績みたいなもんなんですね。ですから、まあ、そういうことになったわけですよ。それから後半になるとロサンゼルスオリンピックの開会式から商業主義になって、変なヘリコプターで飛んできたやつが降りてくる、みんなでわーってやると、それでもうすっかり選手のための開会式がなくなって、単にマスコミが騒ぐと、で開会式の視聴率が何パーセントか言うと、今度もね。で僕はね、今アメリカと中国が対立し、ロシアも必ずしも平和国家ではない、それで世界で戦争が起こる可能性がある、日本と韓国とか日本と中国もことあるごとに争ってる、でそういうのをなくす方向にしなきゃね、それに対する日本の国際的貢献というのは大きいと思うんですよね。それでね、今度のね東京オリンピックが残念だったのはね、国威発揚のために東京オリンピックやってるんじゃないんですよ。日本としてはやっぱり平和に一歩でも近づくためにやってるわけですよね、はい、ですから開会式は選手が入場することを主体にして、やっぱり選手が遠くの国から来てくれて、それで異国で練習するわけですから、それは歓迎しなきゃいけない、歓迎の意を表するためにやって、そしてそこで IOC の会長とか日本の首相がね、この大会は何のためにやるのか、世界平和のためにやるんだから、皆さん国の対抗なんては関係ありませんよ、国民も日本の国民もみんなが揃って、世界中の人がスポーツを鍛えて、我慢して、そして最後の金メダルを取るためにものすごく頑張るという姿を見たい、それで人類共通の概念を作って、そして他の国と戦争なんかしないと、そういうことをやるための会ですよと言わなきゃいけなかったんですよ。ところがね、開会式なんかもちょっと浮ついてる、それからね、聖火リレーも僕問題があるんですよ。聖火リレーをやるならやっぱ古代オリンピックの思想なんですから、あれは。だけどあの聖火リレーはちょっと問題なのはね、あれはアポロの神様じゃしかないんですよ。ですからちょっと共通性がないんですね。ですからまあ最初クーベルタンがやった時は、まあ、聖火なんかを持ち出して一応その古代ギリシャの系列なんだっていうことを示すためにやったんだけど、もう今はね、むしろ聖火の意義っていうのはどこにあるのかと、むしろそれよりか日本は平和国家として世界をリードする、世界をリードする、日本がアメリカの下とかそういうのついてんじゃなくて、日本はアメリカとか中国とかロシアとかそういう軍事国家をね、あなたダメだよというためにいるという、やっぱりね、意思をはっきりしますべきだったと。だけどさっき言ったようにそのアルファベット順だとか、ユナイテッドステーツだから後ろだったとか、それから天皇陛下があのなんか開会のあれするときに首相と都知事は立たなかったとか、それも重要かもしれないけどね、もっと重要なことをね、まああれだね、平和に対するその熱意なんかないんだね。だから隅の方にね、国別メダル数出してもいいです、出してもいい、それはね、あのそれからやっぱり日の丸があると僕ら人と熱くなる、だからそれはいい、別にだからそれが主目的じゃないですよってことはね、はっきり言っとかないじゃないね。で一人一人の苦労っていうのは、その日本選手だけの苦労じゃない、外国から来る選手だって1回目のオリンピックダメだったら2回目どうだっつって必死に努力してきた人がやる、それはやっぱりねやらなきゃいけない。まあ柔道が随分金メダル取って非常にいいんですけども、やっぱりその外国の選手で柔道なんかで苦労してきたけどなかなか練習環境も悪くて行かなかったなんていう選手もやっぱり紹介するとかね、そういうやっぱりことによって全体が、その今もうテレビなんか見ると日本人が勝った日本人が勝ったっつってね、そんなことばっかり言ってるわけですよ。だからもちろん日本人が勝つことによって嬉しいっていうのは確かだから、それはそれでいいんだけど、それだけじゃねオリンピックの意味はないと思いますよ。だから世界選手権でいいんですから、それはそっちでやってもらったらいいと、まあ、いうことですね、はい、私はそう思います、はい、で続いてはこちらの話題です。縄文遺跡群世界遺産登録へという話題です。概要です。ユネスコの世界遺産委員会は27日北海道と青森、岩手、秋田の4道県の北海道、北東北の縄文遺跡群について世界文化遺産に登録することを決めました。縄文遺跡群には大規模集落跡の三内丸山遺跡や大湯環状列石、清須周堤墓群など17遺跡から構成されています。1万年以上続いた縄文
時代の生活や精神文化を今に伝えているとして、世界文化遺産への登録が適当とユネスコに勧告していましたという話題です。そうですね、まあ、あの小学校ね、はい、小学校中学校高等学校の先生ってね、平気で嘘つくんですよ、本当に、ね、僕なんかもそれでものすごく被害を受けてね、もう学校一生懸命勉強したから、真面目に先生の言うことは正しいと思ってたからね、勉強したでしょ。だから縄文人とか弥生人とか、なんか縄文人は堀が深くて弥生人は平べったいとか、なんか稲作は弥生時代から起こったって、全部嘘だったんですよ。しかもね、それはね、発掘が遅れて嘘だったって分かってたのはいいけど、最初から嘘だって分かってて、 NHK なんかは縄文人と弥生人の写真を30回ぐらいこう加工して、それで全然違う写真を出すと。それは何でやったんだって、いや NHK が言うにはね、近隣諸国条項って国会で決まったからね、もう国民に対して嘘言うのは当然なんだと、こう来たわけだ。でこの前僕ほら、あのここで対談した時に、いつもの刀剣なんか騙されちゃってたんだけど、あれも嘘だと。いや、そう言われるとね、ちょっと冗談じゃないっていう感じなんですよ、本当に。人の心をね、なんかいたぶるにもいい加減にしてくれと、こっちは真面目なんだという感じなんですよね。それで実はこの話はね、どういう話かというとですね、それがちょっと行き過ぎて逆側に行き過ぎたのかもしれないんですけどね、はい、どうも縄文、日本の縄文文化っていうのは、現在人類、これホモサピエンス、その前があのネアンデルタール人ともう一つなんてか人っているんですけど、はい、まあ、すごく少数なんです、それから現代人類に変わってからほぼ初めての遺跡に近いんですよ、うん、あの旧石器時代の石器も出てきましてるからね、だからそうなると3万年前から4万年前になっちゃうんですよね、うん、そうね、3万年前から4万年前の遺跡なんてのはね、まとまった遺跡なんてのはね、世界でね、多分ここぐらいなんですよ、うん、縄文ぐらいなんですよ、うん、これそれもちょっと言い過ぎだなと僕は思うんですよ、うん、四大文明なんかずっと後ですから、はい、四大文明は何千年前ですから、それからウルとかメソポタミアのウルとかね、一番最初のエリコとかそういうところの遺跡が大体1万年前ですから、これがね、今3万6千年と言われてるんですけどね、まあその調査では、うん、まあ3万6千年じゃなくていいですよ、吉野ヶ里じゃなくてあの三代マリアマーマーね、あそこら辺はまあ一番、もうちょっと遡るとね、おそらく 2,3 万年前にね、縄文時代の時の遺跡が出てきて、その時も稲作もあるんですよね、はい、稲作が稲が出てきたからね、うん、そうなるとね、世界遺産は当然なんですよ、うん、まあ、世界遺産登録する意味があるかどうかって別なんだけど、だからそれをですね、近隣諸国条項みたいに全然違うんだから、中国と朝鮮に戦争前に迷惑をかけたから、日本人に嘘をつけっていうのは、あの近隣諸国条項、そんなんでね、国の間が親しくなることないですよ、嘘の付き合いだから、うん、ね、だからまあこれはまあ意味があると思います、うん、はい、はい、で続いてはこちらの話題です。はい、広島市平和推進条例をめぐってですね、広島市平和推進条例をめぐってという話題です。もうすぐ8月6日ということで、広島では毎年平和記念式典が開かれていますが、広島市議会は6月25日平和の推進に関する市の責務や市議会と市民の役割などを定めた平和推進基本条例を賛成多数で可決しました。その中に平和記念式典を厳粛の中で行うとの条項があり、反応には賛否が分かれているそうです。過去平和記念式典開催中に会場周辺で拡声器を使った活動が見られていたため、条例に賛成する人々は式典中のそうした活動の制限を望んでおり、条例に反対する人々は意見表明する市民に対する被爆者団体や市民団体を中心に市民の表現の自由が制約される恐れがあるなどとしていますということです。相当激しい反論が予想されますがね、私はね、はい、全然違うんです、まあ、あの広島市の委員でもありましたんでね、はい、一言言わせてもらえばですね、僕はね、あの日が何でできたのかってことを詳細に調べてみたんですよ、原爆の日、はい、ね、我々は二度と過ちを繰り返、我々じゃない、二度と過ちを繰り返しませんからってのね、うん、主語のない、うん、誰が謝ったのか、うんうん、そのどういう経過であの文章になったのか調査したらね、
結局アメリカ人の指令に従っただけなんですよ、うん、それでアメリカ軍は原爆投下が最も大きな戦争犯罪であるってことは知ってたわけです、自分たちは、うん、だってだいたい落とす下に軍隊がいないんだから、うん、軍隊がいないとこに落とすっていうのはそれはもう残虐行為そのもので、はい、あらゆる法律と国際法に反してるわけですから、うん、だからなんかどっかで日本軍が間違って誰か殺しちゃったなんてわけが違うんですよね。だからそれはもう公主権なのはトルーマン大統領だったわけですよ。それでそれを防ぐのに必死になってやったわけですよ。そしてまず主語を取ることだったんですよ。その米軍が原爆を落としてあなたたちは悲惨に焼けてしまった、じゃあ米軍にまず補償をさせなきゃいけないね。だから謝らせなきゃいけない、もしも日本の将軍を銃殺刑とか公式権するんだったらトルマン大統領しなきゃね、命令した人ですから、その道筋に行かないように猛烈にやったんですよ、戦後ですからね。だからとにかくそのためにどういう手段を取ったかって言ったら、広島に原爆が落ちたのは戦争したからだってことになったんです、うん、この理論はないんです、どこにも国際法にもないんです。つまり皆さんよく聞くけど、なんかイラクが化学兵器を使って毒ガスを使ってみんな死んじゃったというとね、市民が死んでる写真かなんかをテレビで出すんです。それは何かって言ったら、戦争自体が悪いっていうのはもちろん悪いけど、そこはちょっと人間の傷みたいなもんだから出せない。したがって残虐行為をまず止めなきゃいけない。で残虐行為は原子爆弾、化学兵器って指定されていて、それを使わないとまずそこから行こうじゃないか。でまあそのうちだんだん他の兵器ですね、残虐兵器、例えば遠くまで飛んでいってミサイルで落とすとか、そういうのをやめるとか、そして最後は刀で切るぐらいしょうがないから、それでまあどこまでも下がっていって戦争の被害をなくそうと。それは第一次世界大戦の時に予測できなかったけど、第二次世界大戦で6000万人の死亡者を出した時にそこが一番問題だってことになって、それでそういうものに対してニルンブルク裁判とか東京裁判が行われたわけですよ。ところがそれから勝った連合軍の人が、傷つかないように全部そういうその主語を取ったわけですね。でその主語を取ったやつの一番激しかったのが広島なんです。だから誰がやったかは問わないと、何をやったかも問わないと、戦争はいけないんだと。ところがね、まあ真珠湾攻撃も日本が最初にやったわけじゃないけど、あれは向こうから誘われていった。マレー半島のシンガポール攻撃の先ですからね、真珠湾攻撃が先ですから。それからあと、宣戦布告が戦争に伴うというのも違いますからね、国際法的には。だけどそういうことを全て嘘を、ハワイの攻撃が最初である、真珠湾攻撃が最初である、宣戦布告しなくて日本は戦争を始めたっていうふうに嘘800出して、戦争がいけないんだ、あなたたちが悪いんだ、だから原爆を落としたんだ、兵隊のいないところに原爆を落としていいんだっていう理屈に切り替えたわけですよ。それでそれになぜ広島市が乗ったのかってことですよ、問題は。だからサンフランシスコ平和条約が結ばれるまでは、まあ、仕方なかったっちゃ仕方なかった、だって軍隊がそこにアメリカ軍がいるんだから、変なこと言ったら殺されちゃうから。だけどその MP がいなくなって、アメリカ軍の監視団体がいなくなってからは、やっぱり僕は広島市はね、あれは平和戦争したから起こったわけじゃない、原爆を落とすという行為自体が許されない行為なんだということをね、やっぱりちゃんと世界に向かって言わないとね、世界に何の役にも立ちません。だからこの広島市平和推進条例というもの自身が意味がないんですよ、ね、こんなこと言ったって何の力にもならない、戦争を止めることにもならない、ね、それからもう一つは左翼団体がものすごく悪かったんですよ、うん、あの時原子爆弾も原水鏡と原水金と2つに分かれて、共産党系と違う系ですね、争ったために勢力がもう全然分散してしまって、うん、反核の運動っていうのはものすごく弱まった。自分たちが偉いんだってことだけ言ってるわけですね。今でもそうなんです実はね、今文句さんが読んでくれた文章の中に、はいはい、そのこの条例に反対してる人たちっていうのがこの、はい、戦争を加速した人たちなんですよ。当時はソ連の戦争は正しい、中国の核爆弾は綺麗な爆弾だと、こういった人たちがそれを今成してるわけですから。
だからやっぱり日本人もね、やっぱり日本人のマスコミは本当はいけないんだけど、やっぱりそこはきちっと考えてね、我々の子孫の祖先の悔しい思いをね、やっぱり正しくやっぱりやらなきゃいけないと思いますね。はい、続いてはこちらの話題です。はい、先端技術研究の留学生入国審査を厳格化ということです。概要です。今年から国内の大学に留学する外国人の入国審査基準の厳格化が始まったそうです。日本の大学で軍事転用が可能な先端技術を研究する場合、学歴や職歴のほか、必要に応じて留学や研究に関連して資金提供を受けている団体や企業についても、大学側が出入国在留管理庁に詳しく報告するように求めているとのことです。経済安全保障の観点から疑わしい人物と判断すれば、ビザの発給を認めないことも検討されており、中国を念頭に軍事転用可能な先端技術の流出を防ぐ狙いがあるそうです、ということです。もうね、この官僚の嘘つきがね、ここまで来たかって感じですよ、うん、僕は大学の先生の時ね、はい、文部科学省はね、はい、中国の留学生を取れ取れって言ってきたわけですから、うん、ね、うん、もうとにかく中国のそれに対するものすごく厚遇をやってきたわけですよ。だから僕みたいに中国の留学生取らない先生はもうえらいひどい目にあったわけですよ。で、中国の留学生をうんと取ってるのは出してしばらく経つ向こうの幹部になるから行って出地肉林で帰ってくるわけですよ。それを進めたのがあの文部科学省なんですよ。だから一言ね、今まで自分たちは中国のその留学生を受け入れるということで全力を注ぐようなことして優遇政策も取ってきたけど、それは誤りであった、ね、それによってむしろ今中国が日本に対して牙を剥いてきてる。だからこれを今度から緩和しなきゃいけないっていう理由をちゃんと説明せんといかんですよ。それでね、中国が悪いわけじゃないんですよ。これ中国共産党が悪いんですよ。だから中国とは前輪関係だから大いに学問を交流したりしていいんですよ。だけど敵対国の場合はね、やっぱりそれできないんですよ、うん、敵対国にね軍事技術を教える、それはねもう人間としてしかないですよ。だって自分の娘を殺すっていう強盗に、はいこれでやってくださいって出番包丁を渡すようなもんだから、うん、そういうことをやってたわけですよ。それを明らかにやってたわけですよ。だから韓国も、僕は韓国と親睦を深めろって一生懸命言ってる方なんですけど、韓国が現在の大統領みたいに日本に敵国待遇をしたら、韓国との間はちゃんと断交して、あなたは協力しませんよと、それは仕方ありませんと、それはちゃんとしなきゃいけないんですね、うん、でしかもこれはもう一つ問題があって、学術会議が非常に左翼化して、それでまあその圧力かけたわけですね。それでまあ有名な問題になった、安倍総理の時に問題になった、北海道大学の選定塗料の問題がありまして、その学術会議の会員が北海道大学のに圧力かけるように言ったわけですよ。あの時の雰囲気がその頃の大学の雰囲気なんですよ。中国に軍事技術を出すのはいいと、だけど日本で軍事技術を研究しちゃいけないと。で僕ももう機械学会で随分頑張ってきたけど、そんなバカなことあるかっつってね、頑張ってきたわけですよ。それあなた方の目的何ですかと学術会議の偉い説聞くと、日本は中国に占領された方がいいとくるんですからね。本当なんですよ。そんなことをね、政府知ってますよ、もちろん。政府の重要な人みんな知ってる。もう NHK ももちろん知ってる。朝日新聞はもう倍ぐらい知ってる。だけど日本の国民が奴隷にするのがもう自分は楽しいっつってずっとやってるわけですよ、うん、延々とやってるんですよ。もう信じられませんね。欧米は、僕は東南アジアの教育なんか文部科学省の仕事で随分やりましたけど、欧米は必ず留学生を取ったらその国と親睦関係を作るというのが目的なのはもちろん、だからちゃんと留学生の会とか必ずやってます。例えばインドネシアだったら、僕2回出たことあるんですけど、イギリスに留学した人の会、アメリカに留学した会、日本が一番引き受けてるんですけど、日本はそのこと全然やらないんですよ。ただお役人の天下り先作るんですよ。天下り先っていうのはどっか東南アジアのどっかに何か JICA どうのこうのとかあって、教育なんとかってあって、そこに必ず文部科学省の役人が入ってるんですよ。だからもう全然ダメですね。そういう意味じゃイギリスとかアメリカなんかよりかずっと低いんです、レベルが。はい、はい、
で続いての話題はこちらです。川崎重工サステナビリティ祭で水素事業を強化。概要です。川崎重工業は6月15日、使い道を環境や社会の持続可能性に貢献する事業に限定した社債、サステナビリティボンドを発表しました。7月をめどに100億円分発行し、自動 PCR 検査ロボットや水素事業などに充てるそうです。同社では拡大が見込まれる水素分野を強化、水素燃料を航空機分野へ展開し、水素航空機の開発にも参画するそうで、水素を使った航空機エンジンのほか、オートバイや水素発電事業なども展開するとしています。これに関連する視聴者の方からの質問も合わせてご紹介します。社債ということは政府からの補助金ではないので企業が行けると判断した事業でしょうか、それともこれにもまた裏があるのでしょうか、水素エンジンなどの可能性も含めて先生に解説いただきたいと思いますということです。ついこの前、名古屋のいろんな主要部の人とも政治の人ともいろんな形で会議とか検討したんですけど、こういうのはみんなね、企業がある程度団体なんかしてこう自治体とか政府に金をこせって言うんです。だいたい300億から2000億ぐらいの間ですね。でまず金をもらうんですね。それでこういうサステナビリティ祭とかそういうのを形成して、そしてそれを配って自分の勢力を増やすとかっていうのが普通ですね。ですから我々の税金っていうのは、その何ていうかな、それに半分ぐらい使われてるんですね。本当は半分ぐらい税金はいらないんですよ。でそれはなんでみんなが暴動を起こさないかって言ったら、 NHK がとか朝日新聞がその実態を報道しないからなんですね。だから全く我々は報道の自由があるかどうかは別にして、受け取る側の権利っていうか判断を正しく判断するっていう権利を失ってるということですね。それでこの前名古屋市でね、自民党の我々と首脳部と会ったんで、自民党っていうのは自由競争でやんないと経済はダメだというお考えだと思うが、地方議員だからそれほど権限があるわけじゃないけど、その自民党としてはどういうお考えですかね。私は昔から自民党を応援してきたのは自由だからであって、あんな補助金をまくような自民党にはあまり賛成できないんですけど、言ったらね、その人の中の首脳部の人が一人言ったんですよ。補助金のことを続けてると日本人は創造的なことはできなくなりますねって。その通りなんですよ。これなんかひどくてね、川崎重工のものはもう買わないがいいですよ。っていうのはね、まず必要なのはサステナビリティがどこで、これサステナビリティって持続性なんですけど、持続性がなんでね、破れるのかと。これはヨーロッパではそういうのありますよ。これで日本である公文士学会で、大きな学会ですけど、持続性特集っていうのを出すと。それで僕が今から10年ぐらい前だけど、持続性は自動的に持続すると、この社会は自動的に持続するという論文を書いて出したんですよ。ちゃんとした論文ですよ。そしたら編集長から出た、その編集長はすごくちゃんとした人で、誠に申し訳ないけど武田先生の論文はしっかりしてると、出すべきだと自分は思うと。しかし学会としては政府がサステナビリティって言ってんだから、持続性って言ってんだから、持続性は自動的に達成される、つまりやらなくていいってことですよ。こういうのはね、自動的に達成されるっていうような論文はね、出せませんって言ってきた。学会ってね、政府の機関か言いたくなっちゃうんですよ。もうそこまで来ちゃってる。僕の時そこまで来てた。今はもう産業界全部そうです。だから水素ね、桃子さん、はい、水素ってどこにあるんですかね。水素ってどこ。そう、いろんなところに、いろんなところどこにあるんですか。え、空気中とか。空気中なんか水素ないですよ。え、空気中に水素があると、地球っていうのは、はい、大きさが30万キロメートルで、ね、7周半ですから、はい、ちっちゃい星なんですよ、うんうん、木星はこんななんですよ。だからあのくらいでかいと重力があって水素は宇宙に飛んでいかないんだけど、地球ぐらいの大きさのところは水素が出たらすぐ宇宙空間にピューンっていっちゃう、うん、だから水素はないんですよ。ほう、うん、じゃあ水素は作らなきゃいけない。水素を作らなきゃいけない、うんうん、何から作るか、うんうん、2つ作り方がある。一つは石油から作る、はい、もう一つは水から作る、ね、うん、これで石油から作ると石油の10分の1ぐらい水素なんだ、ね、で石油から水素抜くでしょ。天然ガスでも何でもいいんだけど、石油系ね、石炭でも何でも水素抜くでしょ。水素抜いて残り何になると思います。
水素を抜いた残りの10分の1ぐらいは水素があるんですよ。ものによって違いますが、はい、ここに石油が来るでしょ、水素抜くでしょ、うん、そしたら残りの10分の9は 90% は何なんですか。何なんですか。炭素です。炭素、ええ、うんうん、それなのに、ね、低炭素社会って言ってるんですよ、うんうんうん、でじゃあ水素抜いた後の炭素、うんうん、あなたどうすんのって言ったらね、燃やしますって言ってるんです、うん、これね、川崎重工とか、うん、燃やします。じゃあ炭素が燃えたら何になるの、うんうん、小学校か中学校で教えてるよ、 CO2 なんですね、うん、温暖化対策って言ってるんですよ、ね、だから全然石油はダメなんですよ、うんうん、石油から水素を取るっていうのは今やってるんですよ、まあ、薬品製造も全部水素必要ですから、はい、大体石油を炊くエネルギーの5倍のエネルギーを使って水素を1だけ取るから、だからそんなことやるとものすごい大変なことになっちゃうんです。次は水なんです。水は H2O ですから水素が入ってるんですよ。入ってますね。で水っていうのはね、エネルギーが一番低い、うん、だからこんなに水があるんですよ、うん、だから水から水素を取るっていうのは今度まあ天文学的なあのものすごい大量の石油を使わないといけない。石油を使わないと、要するに水から水素を簡単に抜くっていう方法はないんです。なんでないかっていうと、エネルギーが低い状態にある。水素は水素で飛行機を飛ばせるっていうのは水素のエネルギーが高いからなんですよ。じゃあ水っていうね、それで水素を飛行機材燃料に使ったら飛んだ後水素は何になってるかって水になってるんですよ。水以外にならないんですよ、こう一番低いから。そうすると水から水素を作って、で水素を燃やして水になるっていうことを繰り返すと、どういうことになるかっていうと、ものすごくエネルギーが10倍ぐらい必要なんですよ。だって上げて下げる上げて下げるなんてことやるわけだから、それもこうずっと上げてずっと下げるからね。だからもちろん水素は使わないんですよ、ね、じゃあ全部嘘ついてるんです。じゃあ大きな会社じゃないの、補助金をもらうためです。補助金の税金を国民からもらって、川崎重工としてはね、1000億の仕事すると、だけど自分は500億しか出したくないとか言ってるわけですよ。500億は国からもらうんだと。国からってことは税金ですよ。税金を国民からもらうんだと。天下り先は5、6人作ってあげるよって言うんですよ。本当に言うんですよ、そしてサステナビリティ、なんとかいうような、はい、日本人にはわからない名前つけて、ボンドですよね。そうそう、ここで水素を水から取って、それで飛行機で燃やしたら水になるってことは言わないんだ。そんなこと言ったら誰だって科学者だったらもうあなた何言ってんのってことになるから、エネルギー、それエネルギーじゃないんじゃないかって言うからね。それは完全にエネルギーじゃないんですよ。水素を高い薬品として使うなら意味があります、はいね、だったらまあ、じゃあ石油の10倍かかってもいいから、うん、だけど石油の代わりに使うものが石油の10倍かかってどうにもならないし、ね、だからもうどうにもならないんですよ、うんうん、そういうことです、はい、悪い会社ですよ。こういうことをね、こう公に言っても済むっていうのは、みんなで嘘を言ったら怖くないっていう、裸の王様なんです、うんうん、はいはい、続いてはこちらの話題です、はい、不妊治療の人工授精保険適用へということです。概要です。政府は不妊治療の公的医療保険の適用範囲に人工授精を含める方針を固めたそうです。治療費が高額な体外受精などを対象とする方向ではすでに議論が進んでいましたが、より広く行われている人工受精についても2022年度からの適用を目指すとのことです。関連する視聴者の方からの質問も合わせてご紹介します。日本を含め先進国の男性の精子の数が激減していると言われていますが、それが事実であれば原因は何だと思われますか。個人的には添加物とか化学物質などではなく、種としての調整ではないかと予想しています。ただなぜ先進国限定かは不明です。先生のお考えをお聞かせくださいということです、うん、1990年代にですね、種としてイギリスの学者と、はい、イギリスのいわれ有名な女性のジャーナリストが、こんな厚い本、私も読みましたけど、男性の精子が減ってるというのを書いて、うん、まあ、世界的なセンセーションになって、はい、それに追従して、まあ、そういう補助金も出たし、うん、そういう研究がいっぱい行われた、はい、その結果嘘だってことは分かったんですよ、うん、あの頃非常に大きな嘘が2つあったんですね、はい、1つがその男性の精子が減ってる、それと共通して起こったのが、環境ホルモン問題。環境ホルモンってありましたね、うん、ありましたね。シーアコルボンってやっぱこれも女性です、はい、2人の女性が登場して、2人とも嘘ついたんですけど、まあ、後に嘘だってことは分かったんですが、
女性だから嘘ついてないだろうと思ったのみんなが、うん、女性とそんな嘘つかないですよ。いや上手だと思いますよ。あそう私はそう思ってますけどもね、はい、僕なんか女性の嘘にいつも騙されてますけど、ね、あなるほど、ね、それで、最初にバレたのがシーアコルボンの、環境ホルモンだったんです、うん、それで環境ホルモンはもう68種類って限定して、はい、国が法律を作る寸前で、嘘じゃないかと思われて記者会見が行われたね。その時にもうその時前に多分嘘だろうってことは大体分かってたけど、記者会見でシーアコルボンが出てきた、はい、そしていやもう何回実験してもあの環境ホルモンが出てこないんですけどってご質問がある、いろいろ言う、それでずっと言った後ついに自然界にはそういう現象があるんだと彼女が言った、はい、人工的に実験したら出てこないけども、うん、自然界にはあるんだとこう言った。じゃあ自然界でどういうことなんですかって段とかのところで、の水を使うとどの子に言った。そしたら素晴らしい記者がいてね、その時にあの環境ホルモンは検出されましたかって言ったんですよね。これが素晴らしかったんです。そしたらシーアコルボンは検出できないほど濃度が低かったんだっつったんですよ、うん、その時ねシーアコルボンが、うん、検出外にあった。そしたらその記者がね、検出外なものがなんで検出できたんですかって言ったんです。それでもう決定でもう終わっちゃったんですよ、その答え一つで。だって一回も検出してない物質を言ってたということはもうはっきりしたわけだ。だから実験しても実験してもダメだと。じゃあ環境ホルモンで例えばあの頃ポリカーボネートじゃなくてビスフェノル A、ビスフェノル A をずーっと薄めていってずーっと薄めて、ついにないとこまで持っていっても出てこないんですよ、その環境ホルモン効果っていうのは。それでおかしいってことになってその記者会見になったけど、まあ、他のもいろいろあったけど、で彼女はですね、まあ、そういう悪どい人だから僕言っていいと思うんですけどね、50歳まで薬剤師だったんです、うん、で僕その後ねあのその本も読んで英語の本読んだ時ね、僕はこの人はあの科学の訓練を受けてないなと思ったの。先入観が先にあって、はい、先入観に合うやつを探すとね、うん、もう世の中にはいくらでもあるんですよ。世の中だったらそう思うのはこれ自然界だから。それで彼女なんかねアホでね、オスがメスになったりメスがオスになるってことはないと思ってたんですよね。そういう本なんかにそういうこと書いてある、これはこの種はオスがメスになった、このオスがメスになったっていうのは環境ホルモンにもう山ほどあるわけですから、ね、小学校の教科書に載ってるぐらい、はい、だからそれでシーアコルボンが潰れた。でその後本当に男性精子は最初いっぱい顕微鏡写真が出て、でまずは最初は数が1万個ぐらいあるやつが4000個だとかで出た、うん、それからそれがこう潰されたら、今度さっき言ったように泳ぎ方が悪いって精子の、うん、むにゃむにゃっと泳ぐ、はい、元気がないとか出てきたけど、はい、それはそういうものを調べればそうだってことが分かってきて、うん、で違うとなって、まあその女の記者がその後どうなったか分かんないんですけどね、うん、だけどシーアコルボンのね、日本のアホがねシーアコルボンを何回も日本に招待したわけですよ、はい、未だに多分こういう話は伝わってるというか、1回の講演費が2000万円だったんですよ。そうですか、うん、で僕はね嘘を聞くのに2000万円払って何事かって言ったけど、こっちに反撃が来るんですよ、うん、武田はなんか環境を守ろうとしてないとか、いや違う、嘘のことを焦点に合わせたって環境なんか守らない、うん、だけどこれはねちょっともう一個あってですね、はい、やっぱり子供のない人は、子供ができない人は人工授精も必要だし、それには保険適用もいるかもしれません、はい、だけどだからそれはそれであまり過激なこと言いたくないんですが、はい、実はね人間の集合体っていうのは女性に不妊の人も夫婦でも不妊の原因もないんだけど子供ができない人、うん、それを含めた人間の集団なんです、うん、で人間の集団の中で不妊だけ治療するとどうなるかはまだ分かってないんですよ、うんうんうん、で これで皆さんに一つだけちょっと情報をね言いますとね、男の子に劣性遺伝子を出して女の子に劣性遺伝子を出さない、したがって男の子は20歳になるまでに女の子よりか 3% 余計に死ぬんです、うんうん、このことによって人間の種というのを保ってるわけです、うん、じゃあね男性保護団体みたいなのができて、なんだとあれは、ね、その女にもあのなんだ劣性遺伝子を注射しろとか、ここになるんだよ、うん、平等になるんだったら。だけども種という全体を保つためには、うん、その劣性遺伝子を男の子にしか出さないという仕組みの中で
人間という種が成り立ってるわけですね、まあ、今度のコロナウイルスもそうですが、人間の体が人間のお父さんお母さんからもらった細胞とウイルスとかそれから細菌からもらった細胞が半々でできてるわけで、人間自身が複合体なんです。その複合体の中でウイルスというものは敵が出てきた時に、敵かどうか分かりませんけど味方かもしれませんが、本当にウイルスとか細菌が敵なのかどうか、敵としてなった時はどういう限定条件で僕らは防ぐべきかと、全くやってないんですよ研究を。なんでかって金にならないからです。だからまあこれからはこういったものも含めてね、もう少し純粋な科学研究をして、人間とは一体何なのかということをはっきりさなきゃいけないと思いますね。それからもう一つ文化論から言いますとね、日本人の遺伝子っていうのは自分の子供と甥っ子の子供とほとんど区別ができないぐらい似てんですよ。顔だけは親の顔が、つまりちょっと形質ね、肉体的形質は似てくるんですが、兄弟だけでも同じ親子からできても兄弟の性格が大きく違うことがあるんですね。違いますね、うん、あの食べるものの好き嫌いも違うことあるんですよ、うん、それでつまり老いと自分とか我々と似たところで生活してきた人たちっていうのは自分の子供っていうのは本当は特定できないんですよ、うんうん、だから自分の子供ができと特定できないってことは、その不妊というのは何を言ってるかまだ分かんないんですよ。だって自分の子供がいないっていうだけなんですよ、うん、自分の子供がいない、うん、社会的にはいろんな問題ありますよ。後継ぎがいないとかそういう問題あるけども、生物学的には自分の子供がいないっていうことが異常なことであるかっていうのは分かんないんです。で、僕はね、長い人生ここまで長い人類やってきたんだから、子供のいない数の割合っていうのはもう最適になってると思ってます。おそらく最適になってる。長いね、人間の歴史、700万年の歴史を経て、だいたい子供の数だから、あの子供のいない夫婦っていうのはその早くがんで死んだりする比率とも一緒で、いけないかつていけないけど、そういうものが全体の人間なんだっていうことを早く認識しなきゃいけないと思いますね、はいはい、では先生、今日はそろそろお時間ということですよ。はい、まあ、今日はいろいろ新しい試みもしようとしておりますけれども、はい、結果的にどうなっているかはちょっと開けてみないとわからないんですけどね。何しろ友達テレビって弱小ですからね、はい、早く資金提供でもしてもらわないと資金提供ねはい、まあ、先生と同等とね、いただけるのはいいんですけれどもね、いつでもウェルカムでございます、はい、ということで、いろいろなの皆様から応援メッセージ等をいつもいただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。今日は桃子さんの意見あまり聞かなかったね、はい、そんなことはないんじゃないですか。女性は騙すとかいうことだけ聞きました。あ、嘘が上手っていうことですよね。まあ、あの見てる方はよく知ってるっていうふうにうなずいてらっしゃると思いますけれどもね、はい、ということで次回のご案内です。8月13日の金曜日午後7時から友達 TV からお届けいたします。ということで以上をもちまして、武田邦彦の本当の話、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。先生、今回もありがとうございました。どうも、あのね、はい、どうも最近お友達テレビの方とか虎ノ門とかいろんなファンの方から、はい、こういろいろあれいただくとか、まあ、友達テレビも本当だったら10万、20万、はい、50万まで行きましたけどね。最近、はい、そうでしたね。ちょっといい、最近削除されてるからあれだけど、はい、削除されてますけどもね。虎ノ門は一応そういう波が終わって、まあ、毎週、各週大体200万ちょっと行くんですね、はい、でそういう人たちからのいろんな情報というか私に対する見解を聞きますと、やっぱりね、ちゃんと正しいことを言って、事実を言ってくれるからっていうのが多いんですよ一応、うん、だから今日はちょっとね、はい、思い切ってね、思い切って、まあ、私が事実と考えること、はい、また反論いくらでも多いんです、ね、まあ、あの民主主義というのは違う意見全然構いません、ね、ね、はい、だけども私も間違ったら修正しますので、はい、それでいきたいと思います、はいはい、ということで、以上でございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。先生もありがとうございました。どうもありがとうございました、はい。